チェルスキー、ロシア語、ヤクート語、ラテン文字転写、チェスキーは、ロシアのサハ共和国家北東部にある町、ヤクーツクの北東 1920km に位置し、コリマ川が北極海に注ぐ河口近くにある河口。人口は2002年の国勢調査で3832人、1989年の調査では11176人であった。 ニジニコリムスキー地区の行政中心地、港の他にチェルスキー空港がある。チェルスキーという地名は、コリマガー上流のチェルスキー山脈と同じく、1880年代に極東への探検を数回組織した、ポーランド人の探検家、地理学者イバンチェルスキーに由来する。チェルスキー周辺のコリマガー下流のツンドラの平原には、160平方キロメートルの広さに、 動物や植物を再導入するなどして、人為的に1万年前の生態系を再現し、当時生息していたマンボスなどの野生動物が絶滅に至った原因の研究を行う更新予パーク計画が進められている。将来的にはマンボスのクローン技術による再生も構想されている。欠片の気候区分でアカン体出気候に属する。ありがとうございます。